皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。松阪市では今年4月から子ども医療費を受給できる年齢をこれまでの中学生世代から高校生世代まで拡大します。拡大の対象者のうち今年4月2日以降に16歳になる人で現在子ども医療費受給資格を持っている人は有効期間を延長しますので申請はいりません。一方、4月2日以降に17歳、18歳になる人は子ども医療費受給資格を取得するために申請が必要です。対象になると思われる世帯には申請案内をお送りしますので市役所・地域福祉課または各振興局・地域住民課で手続きをお願いします。新高校2年生・3年生世代の皆さんは申請が必要です。忘れずに手続きをお願いします。それでは今回のラインナップです。各種証明書が交付できるマルチコピー機を久保郵便局に設置する協定締結式が行われました。第一小学校の児童が市役所庁舎の敷地へ市の木である松を植樹しました。松阪お話キャラバンが春のお話会を行いました。今月の広報松阪の見どころをご紹介します。